ちゃっ、こんにちは。さあ、湯坂さん、あ、はい、坂本おじさん、おちょっと嬉しいニュースというか、その情報は俺も先に仕入れてるから。本当ですか？坂本選手が8月上旬復帰を目指して頑張ってるという。オラホーよ、オラホーよ。ちょっと今岡田監督、まあ、この前取材行った時に、はい、もうそろそろ上がってきますよみたいな。そういうのは聞いてたし、はい、もう2軍で、丸選手らと一緒に、まあ、フリー打撃とか、まあ、ショートでもノック受けたりとかも、はいはい、してますし、どうやら8月上旬ぐらいにそうだね、うん、まあ勝負どころだよな。そうですね、後半戦やっぱりね、キーになるので、はいはい、ただやっぱり丸選手も今2軍に落ちてるコンディション不良だったりとかで、はい、で、大勢投手、一応復帰は今シーズン中っていう、びっくりしました。微妙だよな、はい、今月中とかではなく今シーズン復帰できたらいいなっていうところで、うん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 、そうなってくると、まあ、後半戦になってどういう戦い方になっていくのか、ピッチャーにしても野手にしても、まあ、坂本は怪我でね、はい、余儀なくされて、まあ、下にも落ちたんで、はい、いい感じのまま多分イメージ的には持ってると思うんだよね、うん、彼の経験とかキャリアとかいろいろ考えると、そうブランクは感じさせないぐらいの働きはしてくれると思うんだよ、はい、戻ってきてね、うん、丸、はい、で良くなったと思ったら下がるし、うん、また良くなったと思ったら下がる、そしたらこう外されたりとかもするじゃない、うん、はい、そうなってくるとやっぱり自分の状態がちょっと分からなくなるっていう、だから一回リセットしたいんじゃないの。なるほど。でもずっとスタメン張れるぐらいの状態で戻りたいんじゃないの。うん、だから自分でもイライラしてたと思うよ。あ、まあ、これはもう納得して、あ、これまた打てなくなった、外される、うん、まあ、これも仕方ないなとか、はい、そしたら代打で使われる、まあ、代打で、まあ、そんなに結果の出るような選手じゃないしね、ずっとレギュラーの人はそういう慣れも必要だし、だからまあこれはやっぱり一つ勝負どころを考えると、まあ、もういきなり勝負どころに入ってくるんだけどもね、はい、巨人の場合は4位だしね、うん、だけど自分の状態をしっかり出せるような形で戻ってきた方が、まあ、チームのためだし彼のためだよね、はい、だからこれはいいと思うよ。おお、うん、ただやっぱりそこそこの成績だと、やっぱりまた今の巨人だと外されて、例えば外国人選手だったりとか、まあ、若手の秋広選手とか他の選手を起用っていうことになってしまうんですかね。もう秋広は レギュラーだからな、うん、だから、まあ、ここは外せないとしても、はい、自分がレギュラーだっていう自負もあるだろうし、うん、でもこの成績でこの扱いをされると、うん、もうこれは仕方ないよねっていう納得なんだよね。だから自分でもう一度ちょっと時間をくれっていうようなことで多分そうなったと思うんだよね、はい、だからこれは俺は正解だったと思うし、うん、キャリアのある選手だけに、まあ、そういうことをしっかりやってくれば戻ると思うんだよ、はい、じゃあそのある程度のやっぱ状態をいい状態保っていってれば、後半戦はずっとスタメンでいける可能性っていうのも、いけるぐらいじゃないと困るよね、ジャイアンツも。そうですよね、うん、ここから追いかけていく、そう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 、で丸は絶対不可欠だよ ね、 そうですね、追っかけていくのにね。ただその坂本選手はやっぱ今回怪我で結構長期抜けました、はい、またショートというポジションだとは思うんですけれども、ちょっと休ませながら併用とかっていう形も、あ、まあそれはもちろんそうだよね。どんなに元気が良くても、それはもう移動ゲームの時はちょっと門脇いっとこうかとか、うん、まあ、それはもう気を使うよ、やっぱ年齢的だし、はい、まあ、ポジションがショートということであればね、はい、だからそれはね、怪我する前も治った後も変わりはないと思う。ああ、そうなんですね。まあ、そういう考えでいくと思うけどな、うん、うん、そして大勢投手、今シーズン中に復帰できればいいということは今シーズン中に復帰しない可能性ももちろんあるわけで、あるそうなってくると、じゃあどうするか。だからもうやりくりするしかないよね、それは、まあ、今は中川投手な、そうだね、っていうことなんですけれども、はいはい、それはじゃあ中川投手一本でいくのか、やっぱり中川投手と誰か併用でやっぱり行くの、やっぱりいい人を使っていくと思う、優先的に、うんうん、だから、まあ、例えば最後に2枚残しておいて、はい、ああ左から始まるなって言うんだったら中川行くぞみたいな、うん、これ右が並ぶぞって言ったら中川じゃなくて他のピッチャーを使う可能性もある、うん、はい、あとはまあ疲労とかそういうことで流動的にはしとくと思う。逆にじゃあ9月とかに戻ってきます、結構しびれる試合が続く中で大勢投手戻ってきた時に、いきなりそのしびれる試合でドンっていうのはどうなんですか。いや、もう戻すとすれば、はい、その状態で戻すから、ああ、もう
仕上がってる状態、ね、だからそのなんていうの状態を見るために使うようなことは一軍では絶対できないし、うん、だいぶ余裕があるんだったらそれはできるけど、うん、もう余裕のないような状態で入ってくるだろうから、はい、戻すとしたらもう用意どんで使えるような状態でしか戻さないと、うん、それは心配しなくていいと思う。あ、それは大丈夫なの、うん、あとは例えばそのクローザー的な役割をできる人を取るとかトレード期間中にもう期限がないそれとそこのポジションをできる人っていうのは他の球団だって抱えてたいしね、はい、でもそれができないんだったらもうちょっと無理だよ。あ、 そう、それは無理。オルマ、うん、ロッテから取ったよね、はい、これがうまく育てば、はい、後半間に合うかもがね、抑えに。これロッテでは抑え候補だったんだよ、はい、松田の次の、うん、それでこう育てたんだけど、まあ、一軍でもね中で投げたりとかさせてて、はい、でも将来的にはやっぱ増田がもう そのポジションができなくなった時にやらせようと思ってたんだよね。そういう意味ではオルマがどこまでここの何週間とか1ヶ月とかで成長してくれるかで、ね、それによってやっぱこうちょっと変わってくるかなと思う。だからいきなり使ってないでしょ。あ、全くですね。そうでしょ、うん、だから多分久保かなんかに預けて徹底的にやらしてるかも分かんないよね。あ、で9月とか、うん、まあ、8月ぐらいに。8月いきなりはないと思うけど、8月の末ぐらいから本当に勝負どころでポンと上げてみたいな可能性はある。あとはここに来て中島選手が、まあ、1軍に上がってきたと。例えば今2軍にいる選手を誰かまた上げてくるとかそういうことってこの8月9月してくる可能性って、まあそれはなくはないけど、うん、まあ、ある程度見極めはもうしてるよね、うん、今シーズンの。あー、チームがあもう優勝なくなった、うん、もう A クラスもなくなったっていうんだったら話は分かるけど、うん、可能性がある限りそんな悠長なことは言ってらんない。オコエ選手は1軍にはまた、いやだからその状態がいいっていう風になれば上げる可能性だってあるよね、うん、だけど状態はちょっと平行線ですって言ったら絶対上げないよね。そんな余裕がないもん、うんうん、ってなるとじゃあ後半戦豊さんこのベストなメンバーってオーダーって巨人ってこのメンバーで戦えればいけるぞっていうのってどういうメンバーになりますか。まあ、一番は本来であれば吉川を打たしたいんだけど吉川の波っていうのを考えるとやっぱ下位8番ぐらいに置いておきたいよね、はい、そしたら状態が良ければ丸1番行きたいよ。ああ、はい、1番丸、うん、で2番坂本、あ、2に坂本選手なんですね、うん、で3番に秋広、はい、4番に岡本、はい、5番に中田か大城、うん、これをテレコにしてもいいけど変えてもいいけど、うん、7に、まあ、吉川でもいいし、うん、こうなってくると強力だよお前。いや、そうなんですよ、これベストメンバー。いや、相当相手も嫌だよ。そうですよね、それはもうどっからでも一発出てくるもん。確かに。いや、本当だよ、うん、笑い事じゃないぞお前。笑い事じゃないです。これで戦えたらもう理想的ですよね。いや、理想的だよ。で、だからそのために上がってくるの時には、うん、多分ね、坂本丸同時に上げるんじゃないかなっていうの気がするんだけど。あ、じゃあそれは丸の状態もあるけどね、はい、でも坂本はからもう絶対いけるっていうなったらポンと上げると思うけど、はい、丸坂本の 1,2 番なんて非常に嫌だしね、うん、2人ともホームラン打てるし、はい、まあ、3番秋広育ってるでしょ、うん、4番岡本、これも三冠王のチャンスもあるよね、はい、5番、はい、中田翔か大城、うん、まあ中田翔かな、そうかもしれないですね、うん、で大城で吉川直樹、吉川直樹、うん、でもう一人どこが余ってるんだポジション。だからブリンソン選手とかウォーカー選手。ああ、でも梶谷でもいいや。ああ、梶谷選手。梶谷を7番にして。7番にして8を吉川選手。これ嫌だぞお前。そうですね。本当嫌だから。あの外国人も一人もいないですけど嫌ですね。外国人だらけみたいな感じがするから。確かに、あの一発ね。いやだから巨人はやっぱり一発で勝つチームだよ、はい、だから一発が出る可能性のある選手をやっぱ並べた方がいいよね。そうですね、うん、でベンチにはそれこそ、まあ、ブリンソン選手だったりとかウォーカー選手、うん、中島選手、うん、もちろん中山ライト選手、門脇選手とかいると思うんですけど、まあそうだね、ベンチに、うん、だからあと重信とか
松田大輝とか、あ、ダイソー、やっぱあそこら辺を置いときたいよね、はい、中盤まで行ったら、まあ、守備固め兼ダイソー、うん、まあ、こういう人たちをやっぱ多く置いておいた方がいいよね。そうですね、ほとんど代打は使えないから、うん、使わなくていいから。そうですね、うん、だから坂本の守備固めは門脇、うんうん、まあ、守備固めになるかどうか分かんないけどね、坂本と比べると、うん、だけどまあ門脇、はい、で中田翔のあれは秋広がファーストに行って、まあ、中田翔がうまいからな。そうですね、あ、でも休ませ休ませやらないとやっぱまた故障するかも分かんないから、うん、おっしゃる外野に誰か入れるとかね。そうですね、守備固めのね、足の速いの、うん、だからまあそうなってくるとやっぱ戦う体制にはなってくると思うんだよね。そうですね、うん、だこれが整うのが、まあ、大体8月半ばから、うん、っていうぐらいにこのメンバーでいければ巨人はベストですよ ね、 そうだね。で ここら辺はさ、もう数字持ってるし、キャリア持ってるから夏バテしないよ。あ、そうなんですね。ほらもうどれだけ肉ついてるかお前蓄えがあるかっていうか、夏場の乗り切り方も知ってるから、うん、彼らは、まあ、もう中堅ベテランですもんね。だから巨人がね、はい、4位だからって言ったってマークは外せないよ。そうですね、あ、やっぱ怖いチームだよ。あの上位にいる3チームはやっぱりね、この4位巨人っていうのはすごく脅威だなっていうふうに、いや、やっぱり嫌だと思うよ、うん、面白い戦いができるような気はするけど ね、 そうですね。でも中日もね、あれバッティングが良くなってきてるし、はい、勝負強さが出てきてるから、うん、今最下位にはいるけども、はい、それは難しいよね。あとヤクルト簡単ではない。でヤクルトもやっと歯車が合ってきたという感じだから、うん、それはこっから優勝っていうのは結構厳しいけども、はい、やっぱ3位とかね、はい、そういうことはもう考えながら戦っていくだろうしさ、うん、混戦になってくるんじゃないかな。そうですよね、パリーグよりも1位から6位までがセリーグの方がここからすごいひしめき合ってくるんじゃないかみたいな、まあ、可能性はあるよね。だから面白いと思うよ。そうですね、うん、まあ、面白くなるためにもやっぱ4位巨人っていうのがベストメンバーで8月戦っていく。そうだな、はい、うん、まあ、それがもう絶対条件だよね。そうですね、うん、そしてね、坂本おじさんのね、8月から本領発揮というところで、はい、俺が何をするの。いや、もうあのギラギラになってくる、まあ、ギラギラ8月からも、まあ油切ってな、はい、言ってほしいです、はい。